メキシコの大都市圏一図この項では、メキシコの大都市圏について記す。都市圏は、各となる都市及び、周辺地域をまとめた地域のことであり、行政区分を超えた広域的な地域の広がりを指す。メキシコシティ都市圏、プエブラトラスカラグティエレス大都市圏、コマルカラグネラ都市圏、タンピコ都市圏など、宗教を超えて広がる都市圏もいくつか存在し、 アメリカ合衆国との国境を越えて広がる都市圏も存在する。2位のグアダラハラメキシコ国立統計地理機関、メキシコ社会開発局、メキシコ国立人口会議によると人口10万人を超える都市圏は56ある。その中でも人口50万人を超える29の都市圏を以下に記している。メキシコアメリカ国境メキシコ中央部の メガロポリスメガロポリスは大都市圏地域の集合体と定義され、ボスウォッシュや東海道メガロポリスやブルーバナナなどがよく知られている。メキシコ中央部のメガロポリスは、メキシコシティ、プエブラ、クエルナバカ、トルーカ、パチューカの各都市圏の集合体と定義される。173の自治体で構成されており、およそ2500万人の人口を有する。 メキシコのノガレスの人口とアメリカのノガレスの人口の合計、イーガルパスの人口とピエドラスの人口の合計サンルイスリオコロラドの人口とサンルイスの人口の合計シューダークーニャの人口とデルリオの人口の合計。ありがとうございます。